はい、おはようございますあ。1月20日の朝、まあね、ちょっと雨が続くみたいなんだけどさ、えっ、ー、とねあ、そう、献血行ったんでさ、ちょっと記録として喋っとこうと思って、えっ、ー、と、ちょっと去年からさ、ちょっと献血に目覚めて、っていうかね、目覚め、一回やってみたら、今すごいいろんなことが進化してるっていうのが分かったんですよ。献血をした記録がね、 あの、ウェブ上、インターネットのウェブ上を、をマイページを設けて、設けられて、その数値とかがね、昔はほら、献血したけど、その結果が来るのって結構時間かかったじゃないで、結果見てもらった時には、あ悪かろうが良かろうがもう結構経ってるからな、とかいう気持ちが起こっていたんやけど、今ね、献血した、翌々日にね、その献血の時の血液の 検査結果がもうウェブ上見れるんですよね。でグラフとかも出してくれるんでああこれ健康管理にもってこいだなと思ってちょっとねハマってるんですよで去年の11月8日今年年上げて1月4日んで昨日おととい1月18日もう3回リーセントリー <laughs> 最近献血してるんですよほんでちょっと自分が気が付いたことをえっ、ー、と 喋っておきたいっていうのはこの動画なんですね。で、一昨日やった献血は、あ、今ね、献血に二種類あって、全血献血と成分献血と二種類あります。で、僕たちが子供の頃普通思っていたら血を取られる献血は全血献血で、昔あの二百 cc、百八十 cc ぐらいのあれがさ、四百 cc に増えたもんね。 まあそれはいいんだけど、じゃあこの成分献血って何っていう話なんやけど、えっと、いわゆる赤血球、ヘモグロビンっていうのは、まあ献血した後さ、まあだんだんまた増えてくるんやけど、その戻るのに時間がかかるから、えっと、男、男は年に3回、女性だったら年に2回しか献血できないんですよ。で、まあそれでなんとか賄っていかなきゃいけないんだけど、それとはまた別にね、 血小板とか結晶がね必要とされてるんですよ今世の中に。でそれは何に使われるかというと、えっと、血液製剤ってあるじゃんなんかこう高級なお,お薬でさでそれなんか難病の人がそのなん,なんたら血液製剤を摂取,摂取したらあ打ったらなんか劇的にね 良くなったりする、そういうい薬の原料に血小とかが使われるそうなんですよ、ねまあ、それ、えっと、日本赤十,字社の赤十字社のサイトに載ってるんで、まあ、興味のある人は見てほしいんやけど「あ俺の血液の中の結晶っていう成分が世の中で難病にかかってる人を救うのに利用できるんや」と思って「よしそしたらちょっとそ,れその部分も協力しよう」って。でかつ まあ、血液の検査結果も教えてくれるんで、まあ、ウィンウィンの関係でしょうみたいな感じで僕は思ってるんですよね。ん,んで、昨日、おとといはその成分検血っていうのをやって、まあ、結晶をね、提供しましたということになります。まあ、原理的にはね、あの、透析と多分一緒 うん、なんか腎臓かなんかやっちゃった人がさ、週に何回、何回か透析行かなきゃいけないっていうくだりがあるじゃない。で、えっと、まあ、針刺して血が出る、それを機械で吸い込んで、遠心分離するらしいんですよ。で、結晶の部分を取り除いて、ヘモグロビンの部分は戻ってくるのね、後から。えっと、血抜きました。抜いた血液から、 結晶部分を取りましたで残ったけなかなか復活できないヘモグロビン赤血球はお戻ししますっていうのがねあの、成分献血っていうやつなんですねだからこうベッドで横たわってる自分の横でこうチューブチューブを伝わって自分の献血が機械に入っていってるのが見えるからさなんかちょっとこう、エモいですよ <laughs>、うん。なんか昔ほら キカイダーっていう特撮ヒーローがいて敵役ががっていいうキャラがいたでで、しょで。そのハカイダーはなんか光明寺博士の農家なんかを移植していてあ,ある時間あるインターバルでその血液交換しなきゃいけないっていうくだりがあってあ農脳から脳から出てきた血が見えてるシーンとかがあってあのシーンをね思い出しましたね。うんはい ほんで、まあ、早速、昨日の夜からもう、えっと、18日の血液の検査結果が見れてたんだけど、僕がちょっと注目したのがね、最近、あの、筋トレも行っていて、まあ、ちょっと喉痛めてる時期はいかなかったんだけど、えっと、ゆで卵をね、毎日3個食べてるんですよ。まあ、それは、タンパク質を多めに取ろうという発想なんだけど、 でもなんか痛風の人とかはそのビール飲んじゃいけないとか卵系は避けた方がいいとかさま取りすぎると悪いみたいな話もあって血液検査してコレステロールの値が見れるけどその値がねすごい高くなっていたら嫌だなと思ってそこちょっとチェックしたかったんですよ。で過去3回分の値を見る限り基準値をちょっとオーバーしてるぐらいでね まあ,あまあこれ許容範囲だなぁと。うん。一日にゆで卵3個食べても、体にコレステロールが余分に増えて、動脈硬化になったりっていうことは、まあ僕の場合はないみたいだなぁ、みたいなね、結論に達しました。で、他にさ、他の値はほぼほぼ全部基準値に入ってるんで、なんかつまんないんですよね、見ていても。ただ、えー、っとね、 あここ一週間の、喉やられてさ、あとずっとこう喉が痛くて、痰が絡むみたいな症状が続いている、そんな自分は血液の値がなんか変わったりするのかなと思って、そういう視点で見るとね、あれ、増えてましたよ。えっ、ー、と、白血球、うん、多分、 炎症を起こしているということは、まあ、細菌かなんかが入ってきてるということでそれをは排除しようということで白血球がねちゃんと働いていたから白血球の密度がね濃くなってたんだろうなと。でネットで一応見てみたんだけど白血球にはどんな役割があるのっていう項目で白血球は体内に侵入した微生物を見つけると微生物を外側から包み込んで自分の細胞内に取り込む方法で退治します。 えー、まあね、まあ、そういうがまあ単となって出てきてるんだと思うんですよね。だからまあ献血で血液をチェックした上においては、まあ、自分の生理機能っていうのは正常に動いていてまあ食べ物もね、まあ、そんな変な食べ,方は食べ方にはなってないんだなっていうねことを認識しました。 まあ定期的にね、こうやって自分の体をチェックしていけばね、まあ気持ち的にも安心だし、有用なことなんじゃないんでしょうか、みたいな考えですね。またちょっとインターバル開けてね筋、筋トレもまた指導してさ、まあコレステロール値とかがどういうふうに変わっていくかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。